お疲れ様です。本当にこの勝利もおめでとうございます。おめでとうございます。まあチームね、立ち上がったところからいつも辛いことが私たちが乗り越えて、どんどんいい選手入ってきて、家族ね、なってきて、まあ毎年何かあって私たち乗り越えないといけないから、まあ去年の思いがあって私たちがもっと強くなって、で今回の試合もリードされた時にもやっぱりみんな力を合わせて最後まで戦って、私たちサンペリア絶対勝ってるから、それは大事だ。どんな流れになってもこういうサポーターさん見てて、スタッフとか来てないメンバーもいるし、ね、応援してくれた家族とかもみんな毎日の努力とか、もちろん相手チームもすごいレベルアップしてるから、相手チームの力で私たちもこのレベルになってるから、それは忘れないよ。ただまだ本当にこの苦しい試合は今日あったけど、これ毎回は逆転することがあるかないわからないから、とりあえず本当にこの辛い大会、まだまだ1年始まったばかりけど、このタイミングはお祝いしてちょっと喜んで、でまたね、来週末は厳しさがあるけど、この1週間いい過ごし方してまた練習戻ってきて、とりあえず今日お祝いしましょう。トロフィー上げて、もう一度その歴史作ってるよ。もう行こう、全員で信じていこうよ。全員ワンボーン運動し始めて、せーの、運動し始めて。さあ